NHK のニュースが始まった。夜の9時のニュース、 NHK をぶっ壊すということで、NHK の解約方法、 NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、潰れたかな、 NHK をぶっ壊す。これが NHK の一番わかりやすい解約方法です。映らもう映ってないですよね、これね。ね、まあこれちょっとね、今僕はあえて電源を入れながらやりましたけども、もうこう映らないですね、音も出てないですね。で、できればあの皆さんもですね、まあ、電源をね、こう抜いておいた方が絶対安全だと思います。ちなみに、こんな感じになってますね。で、ここはですね、まあテレビには罪はないんですが、さらに NHK をバッコワーすという感じでですね、もう、統計が打ったりしますけども、まあ、あの、こういう感じでガン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 こうテレビ壊してしまえば、ね、これで、NHK と解約ができます。ね、NHK をぶっ壊す、テレビをぶっ壊すって感じでね、ちょっと気が狂ったように思われますが、おかしいのは NHK の方です。NHK はですね、まあ、解約したいと言っても、テレビどうしたんですかと。してたんだったらリサイクル券がいりますよとか、誰かに渡したって言ったら、譲渡したって言っても、それはじゃあ、誰に渡したんですかって言ってきます。引っ越しをしたって言ってもダメですね。まあ、これが一番確実な方法です。テレビをぶっ壊すということですね。ということで、NHK の契約をですね、解約したい方、まあ、こういう形で私ところに NHK から請求書が届きました。六本木の立花隆宛に請求書が来ています。で、2年前に僕テレビ置いてたんですけども、3万飛び780円、これまでの NHK は受信料を滞納してると解約できませんとかって言ってたんですけども、別に滞納しててもね、解約ができるということで、本日は2023年、令和5年の8月のこれですね、落ちちゃった、ね、8月30日21時02分ということで、2023年の8月の時点で NHK のテレビ、 NHK を受信することのできるテレビをですね、ぶっ壊しましたので、まあこれ壊しておけば、まあ今日で解約できると。で、あとはまたリサイクルショップに持っていくなり、まあとにかくもうこれでも誰が見ても壊れてるし、映らないしで、できればチューナーレステレビに、まあ、を買っていただいてですね、この下に貼ってあります。今ね、特に29,900円、税込み、送料は3,000円、北海道と九州と沖縄だったかな、3,500円ですけど、なんせ今すごく安い価格ですね、チューナーレステレビ売ってます。ちなみにチューナーレステレビっていうのはこういうもので、ちょっと今別の阪神線が映ってたので、ちょっと僕の、立花のチャンネルにすれば問題ないと思います。どこ行ったかな、これか、どこ行った、ちょっとね、あれ、自分のチャンネルが出てこへんけい、けいけい、あえて、まあ、これぐらいだったらいいかな。ちょっとね、いろいろと、なんか立花隆とかなんでますけど、これね、チューナーレステレビです。非常にこれでね、十分です。チューナー付きの、いわゆるチューナー付きのテレビだとですね、NHK のお金を払わなきゃいけないってなりますので、ぜひですね、これ43インチですね、4K です。非常に、画面も、操作性がね、4000、4K ありますし、もうこれで十分です。こちらは NHK と契約しなくていいテレビですので、このね、チューナー付きのテレビをですね、ぶっ壊して、まあ、NHK をぶっ壊す気持ちでですね、NHK に対する怒りをですね、ハンマーに乗せて、テレビをぶっ壊していただければ、NHK との契約が解約できると。で、もちろんですね、このリサイクル券も不要なんですが、NHK 請求書でちょっとこの検索していただければですね、この請求書受取代行をしています。村岡総合法律事務所の方で、この請求書受取代行もしますし、
これからね NHK との解約の代行っていうのもやっていくということなので、ぜひ NHK 契約者あるいは村岡総合法律事務所とですね検索をしていただければと思います。で、NHK の解約も自分でやるという方はテレビをぶっ壊したということで 03-5456-2141 の方に電話をしてですね、NHK、テレビ壊したから、もう NHK と金払うのはアホらしいというぐらいの感じでですね、テレビ壊したから見に来いと、彼らは必ずこうリサイクル券とか誰に譲渡したんですかとか言ってくるんで、壊したから見に来いという感じで、NHK 側に伝えていただければと思います。ということでね、ちょっとね、過激な動画になりますが、ぜひねこのテレビをね僕がぶち壊してるところ切り取って皆さん TikTok とかに拡散してください。僕の動画は拡散自由です、皆さんが広告をつけていただいても構いません。私は広告は取っておりませんが、ぜひね、皆さんでやってください。でこのように NHK からねこういう感じで請求書が来てお困りの方は、ぜひこの NHK 請求書というので検索いただいて、村岡総合法律事務所、もちろんねこの下に説明欄概要欄には貼っております、貼ってあります。で中慣れしてる分も今なら29,900円で売っておりますので、概要欄からぜひご購入いただければと思います。これからはチューナー付きのテレビじゃなくて NHK と契約する必要性のないチューナーレステレビがこれから主流になっていきますので、ぜひテレビをぶっ壊して NHK をぶっ壊していきましょう。最後に皆さんいきます。 NHK から国民を守ると立花隆と一緒に NHK をぶっ壊